フランスの元陸上競技選手。専門は短距離走100メートルの自己ベストは、元フランス記録の9秒99。室内60メートルの自己ベストは、フランス記録の6秒45。ロンドンオリンピック男子400メートルリレーの、銅メダリスト、2005年ヘルシンキ世界選手権、男子400メートルリレーの金メダリストである。カリブ海に浮かぶフランスの海外圏。 マルティニーク出身のスプリンター。2005年に室内60メートルで6秒45のヨーロッパ記録を樹立すると、100メートルでは9秒99のフランス記録を樹立し、10秒の壁を突破した初のフランス人となった。個人種目では世界大会のメダルを獲得できなかったが、400メートルリレーでは2005年、ヘルシンキ世界選手権で2層を務めて金メダル。 2012年ドンドンオリンピックでアンカーを務めて銅メダルを獲得している。2005年2月6日、フランダース国際の男子60メートルで6秒51のフランス新記録を樹立し、1998年にステファイ・カリがマークした6秒53を塗り替えた。2005年2月13日、 カールスルーエ国際の男子60メートル予選で6秒51のフランス大記録をマークすると、決勝では6秒45のヨーロッパ新記録を樹立。1999年にイギリスのジェイソン・ガードナーがマークした6秒46を更新した。2005年7月5日、ローザンヌ国際の男子100メートルで9秒99のフランス新記録を樹立。 1990年にダニエル・サングーマがマークした10秒02を塗り替え、フランス人初の9秒台という快挙を達成した。2005年8月、ヘルシンキ世界選手権に出場すると、男子100メートルは準決勝、男子200メートルは2次予選で敗退した。しかし、男子400メートルリレーは予選で、フランスチームの2層を務め、38秒34の 今季世界最高記録をマークして決勝に進出すると、迎えた決勝でも2層を務め、予選のタイムをさらに縮める38秒08の今季世界最高記録をマークしての金メダル獲得に貢献した。この種目では、世界選手権とオリンピックを通じ、フランス初の金メダル獲得となった。2012年8月11日、 ロンドンオリンピックの男子400メートルリレー決勝でフランスチームのアンカーを務め38秒16をマークしての4位に貢献した大会から3年が経った2015年銀メダルを獲得したアメリカチームのメダルが剥奪されフランスの順位は3位に繰り上がり銅メダルを獲得した2015年7月現役を引退した記録欄のうちの数字は風速で プラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のもの優勝したフランス選手権とフランス室内選手権を記載。ありがとうございます。